はい、皆さんこんにちは、アチでございます。イースオリジンですね、やっていきましょう。確かあれでしたよね。よいしょっと、前回、まあ落ちまくったんだよねとにかく落ちまくったんだけど、進捗がありましたね。話が前に進んだ感じで、ここから先ですよね。ここでエポナ姉さんがね、あんな形になるとはという、あ、まだ落ちてるね、エポナ姉さんの装備。あ、落ちてるわ。三戦闘というかね、そんな感じのものがね、落ちてるんですよね。これでちょっとね、ユーゴ君マシになったらいいかなと思うんですけど、音楽なくなっちゃったね。この音楽ないっていうのはちょっと怖いんだよね。マカ君の流行、あ、そっかそっか、ステージが変わったんだね。よいしょ。はい、クリスタルの力で邪神増長化したと。で、カゴを受けれますね、私もね。12万、ブースト回復率増加。スキルため、スキル消費マジ、あ、これがいいわ。はい。足速くなるの。足速くなるのも欲しいですけど、50万なんだよね。ユニカさんもっと足速いんだよね、多分ね。ただユニカさんは近接になるのかな。あ、いるいる、敵さんいるね。ちょっと待って、あ、当たってんね。ちょっとダメ。うお、なんか派手だわ。ちょっと待ってね。あ、しまった、こっちだ、間違えちゃった。おお、硬いね。いやー、よいしょ。おー、すごい、痛そう。どうなんだろう、これね。勝ったんは勝ったんだけど、こっちの方がいいのかな。あ、でも敵あれだね、敵止まってっから、あ、こっちの方がいいかもしんないね。あー、いや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 、そっち、あとね、ここはこれかな。っていう感じかなと。結構使い分けないといけないかな。あ、まだいるね。え、あ、なるほど、ガードするんだね。いたいたいた、あららら、せっかく食べたのに。ああ、あれだね、なかなか。うん、これは爆雷がいいね。2発でやっつけるんだね。で、こうなるとこうかな、いう感じだね。そんな感じがしますね。使い分けないといけないのか。爆裂だと早いね、この敵はね。で、ここは逆にこの方がいいのかな。狭いかね。結構痛い。敵の種類が混合するというかあれなんだね、混ざってんだね、パターンが。まあ、こっちの方がいいかな、多分ね、とりあえずね。ああ、派手派手。
お、結構削られるね。結構削られてんね。いや広い、ここも広いな。こっちも行けんだね。お、降りちゃった。あ、新しい敵だね。硬いね。あ、痛い痛い痛い。いや、結構硬いな。ガンガン削られちゃってね。ここはだいぶでもまだまだレベル上げれそうですね。ああ、またこのパターンか。あら、うわ、ああ、あら、痛い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 。おお、これは痛いわ。すごいね、あれ。ああ、やっつけた。あ、で開いたんだね。あ、なんか開いたというわけじゃないのかな。こ、だいぶ回復したね。こっちは、ああ、あっちね。おお、お、なるほど。すっごい大変。これはちょっと大変だね。こっち通常の方がいいかな。あ、通常の方がいいね、これね。うん、いろいろあるね。あ、これか。あ、あ、なんか頭はダメになってる。逆方、逆になってる。そんなのあるのか。コントロール系が逆なんだね。あ、またバカになってる。ハルコムさんがこんなことすると思えなかったな。他のゲームだったらありますけどね。お、何これ。鏡の向こう側には別の空間が広がっている。だが、特殊な結果に守られていた。目利きできそうにないと。はい。あ、いやいや、見ましたよ。なるほど。撃ってもダメと。この謎を解かないといけないということなんですね。よいしょ。で、今度こっち、あ、行ったかな、こっち。あ、行ってないね。これ知らないわ。あ、いたいたいた。またバカになった。バカなりすぎ。バカなりすぎ。あ、まともなった。いやー、敵強いなー。よいしょ。またこれ一緒にいるんだ。至近距離だったらいいっていうわけでもないのか。うん、微妙だな。何が効果的なのかがちょっとつかみきれない。あ、これまた下に落ちるんだね。で、こっちには何かあると。アイテムの数すごいよね。で、こっちはどうなんだろうね。
降りてみますか。まだだいぶ、おお、あれがありそうだね。あ、レベル上がったね。だいぶここでは稼がせていただきそうな予感がしますね。広いし、あ、ちょ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 、あ、またバカなった、バカなった、バカなった。これは何か、あ、封印されてるんだね。おいって、あ、で、停止やった。で、こうかな。ほいほい。で、あ、宝箱ね。おお、クレリアガーブを手に入れた。スペース押しちゃうの怖いから、ちょっと画面切り替えて押しましょうね、と。あ、またバカなってた。バカなった、バカなった。もうじっとしておこう。じっとしてていいわ。さあ、これで、あっちも降りれるし、こっちも降りれるのか。もう全然道が分かんないんですよね。かなり広いですね。あ、ここに来るのね。じゃあもう一度行ってないとこ行きましょう。こっち行ってない気がしますね。この下、下行ってない気がしますね。あ、敵に出たそうだよね。そういうことだよね。で、下がまだ行けると。ああ、なんかあるわ。ああ、バカなった、バカなった。強引だね。結構かなり強引だね。強い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 。こっちなんもないんだね。あ、ここも赤いのが出てきてる。あ、ちょ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 。あ、でもここはバカにならないんだよね。あ、開いた開いた開いた、というか封印が解けた。で、これは戻らないといけないのかな。よし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 。こっち行っちゃうと画面切り替わりそうで怖いんだけど。あ、ダメだね。あれ取り切れてないから先行かないと。いやー、でもここは何でしょう。あともう1レベルぐらい上げれそうだね。やばいね。私があの宝箱どこにあるかさっぱりわかんないわ。お、いいのかな、これでいいのかな。あ、いいね、これでいいはず。あ、いい、いいかったね。黒曜の鍵を手に入れた。おお。さあ、そうそう。じゃあ月行きましょうか。で、女神さんを見つけまして。女神像を見つけてというような感じですね。で、こっちか。ああ、いや、こっちだね。で、こっちだね。あ、なんか覚えてちゃんと。よかったよかった。で、ここだね。はい、切り替わったので、怖いな、スペースキーをしたいんだけど、スペースキーをしたいんだけどね、
わ、いきなりいるね。うわ、来ちゃったわ。あ、そうなんだね。あ、またバカなった。はい、倒しましたね。こんなんでいいのかな。いやー、あ、いてててて、またバカになっちゃった。あ、なってないね。せっかくだから、まだ新しい防具つけれないけど。あ、いてててて、あ、バカになっちゃった。あらららら。ああ、ちょうどよかった。これやってくれからにしよう。彼だね。彼をつければいいんだね。お、なんか、お、いけたいけた。はいっと。あ、よかったよかった。よし、これで解いて。はい、クリスさん、力で邪神像を浄化したと。じゃあですね、この辺で終わっておきましょっと。そうですね、イーソルジン終わっておきます。どうもありがとうございました。